はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。はるかです。今日は尖閣への挑発が危険すぎをお届けしますね。海上警察機関の船が強硬な行動に出るより軍艦が挑発に踏み切る方がはるかに紛争の危険が大きい。中国にはそんな常識も通じないのだろうか。中国海軍の艦船が9日未明、尖閣諸島周辺の接続水域に入り、2時間以上にわたって航行した。佐伯彰孝外務次官が朝を待たずに中国の李鋭華駐日大使を呼び抗議するとともに、直ちに出るよう要求した。異例ではあるが、妥当な対応と言えるだろう。接続水域は領海の外側に設けられたバッファーゾーンであり、外国船が航行するのは国際上違法ではない。ロシア軍艦船も4日夜から約5時間にわたって同水域を通ったが、日本政府は抗議しなかった。しかし中国の場合は事情が異なる。尖閣諸島の領有権を主張する中国は海警局の船を尖閣領海に侵入させ続けている。これ自体日本の主権への侵害だが、重武装した軍艦を接続水域に入れたことは従来の次元を超える危うい挑発だ。中国が今後軍艦を頻繁に尖閣周辺に派遣するようなことになれば、日本の海上保安庁だけでは手に負えず、自衛隊艦船が対応せざるを得なくなる。自衛隊と中国軍の艦船の睨み合いが続けば、ちょっとした衝突から東シナ海の軍事緊張が一気に高まりかねない。再び軍艦を尖閣海域に続けることがないよう中国に強く求めたい。中国海警局の船による領海侵入をすぐにやめるべきだ。とはいえ日本の抗議を受け中国がすぐに応じるとは考えづらい。日本の最善策は冷静な対応に徹し、中国に付け入る隙を与えないことだ。海上保安庁の体制拡充を急ぐとともに、自衛隊と海保の連携も密にしてもらいたい。気がかりなのはなぜ中ロの軍艦が似たタイミングで接続水域を航行したのかだ。両国が連携し日本に圧力をかける構図は避けなければならない。日ロの安全保障対話も深めていく必要がある。ネットの反応。仏の日本はそろそろ終わり。沖縄の選挙の結果がこれ。今まで中国の脅威はないとか言ってたやつら息してるか。本島の独立派にとっちゃ尖閣戦闘なんざ現状品の一つなんだろう。老後は中国本土で暮らすつもりなのかもな。ほら、日経にしてばまともな記事。青山茂春さんの虎ノ門ニュースと、そこまで言うかによると、安倍総理は不測の事態に備えろとそれぞれの組織に指示出されたそうだ。これは戦後にしては初めて。機械が招集され承認され、自衛隊が動くところまで行ったらしい。普段無能っぷりをさらけ出している外務省も、今回ばかりは仕事らしい仕事をしたと評価している。午前2時に支那大使を叩き起こし呼び出し抗議をしたとのこと。普段無能な日本の外務省が怒るから、支那もこれはやりすぎたと感じ。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。また、グッドクリックやコメントもお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょうね。